次は大塚に止まります。お客様にお願いいたします。歩きながらのスマートフォンの操作は大変危険ですのでおやめください。混雑する狭い通路での衝突事故や整列位置、割り込み乗車を原因とするお客様同士のトラブルが多く発生しております。電車をお待ちの際は整列位置でお待ちいただき、階段やエスカレーターの狭い通路ドアが閉まります。立ち止まらずご注意ください。次の電車をご利用ください。お客様のご理解、ご協力をお願いします。